こんにちは、今日は久々の導入シリーズです。まあ、何個か前の動画で、アップしましたけども、熊本県長洲町、金魚の町ですねの松井養魚さんのところで購入させてもらった金魚です。僕が熊本県長洲町で、金魚を買いに行くとき、大体のお目当てはボタン流金、まあ、いつも自分が言ってる土佐町ですね、土佐金と調味がかかった、金魚と、あと前々から買ってみたかった熊本県長洲町産の調味を今回は購入させてもらいました。で、この子たちはここの熊本県長洲町用の、船っていうのを作ってます。この子たち全部、長洲産の、金魚です。もうこれ自体が1ヶ月以上、9月ぐらいの動画なので、あれなんですけども、今もうどうせ、またミックスするんだったら、ちょっと軽く、リセットして入れようっていうことで、お引越し最中の動画です。まあ完全お引越しではなくて、半分はですね、ここの飼育水を隣の綺麗なブルコンジャンボに移動して、残り半分を浸水を入れるっていう、感じですね。フルリセットではないです。今この中に、入れている、この中に入っている飼育水はフル水ですね。この子たちが、飼育されていたフル水をただ入れてるだけなので、全く金魚には影響ありません。こんな風にフル水をバケツにカスが入らないようにバケツに入れて、新しい方に、お水を、フル水を移動して、その中にポチャンって入れてるだけなので、金魚、もともといた金魚には一切影響がありませんので、決して水合わせせずにボンと入れてる動画ではありませんよ。で、まあ、ついでに、スポンジフィルターも、きれいに洗いつつ、こうやってバケツに入ったフル水を隣のブルコンに、カスだけ除いて、省いて、入れております。で、問題なのはこの新しい新メンバーですね。この子たちを入れるにあたって気をつけるのは、もうしっかり水合わせするしか他ないです。なんでこの子たちの船って結構ミックス水槽みたいになってるんですけども、今現在もそうですけど、全く問題がなくて、まあ産地が一緒だからですね。まあ、長洲さんの、すべて金魚、長洲、水槽みたいな感じで扱ってるので、産地が一緒っていうこともあって、特にトラブルもなく、現在も全ての個体元気に生きてくれています。まあ、ちなみに今回購入したのは、見ての通りキャリコチョウビ2匹かな、キャリコチョウビ2匹に、3匹か、キャリコチョウビ3匹です。まあ、1匹は桜っぽい桜サラサチョウビみたいな感じですね。で、もう2匹が、またこれはサラサのボタン流金です。土佐町ですね。桜色がすごく綺麗だったので、惹かれて、購入してきました。まあ、そんな感じで、この子たちは、だいたい2時間、3時間、かけて、まあ、点滴法で水合わせをして、新しいお家へお引越しっていう形の今回の動画でした。ちなみに、産卵秋ですね、1回ぐらい来るかなと思ってたんですけど、この子たちですね、まあ、一切来ることなく、ちょっと冬眠を迎えようとしております。で、導入後の船の様子なんですけども、不思議とあれですね、新メンバーと旧メンバーが分かれてちょっと固まってる感じに、なって、この子たちですね、この子たちが新メンバーなんですけども、あ、違うや、1匹キャリコの土佐町がいますけども、うまい具合にキャリコが集まってくれてますね。まあ、やっぱこのリセットした後のこのフレッシュ感がたまらないですね。何度やっても楽しいんですけども、もう今現在はもう1ヶ月以上前の動画ですので、もう今現在はもう苔だらけで、ちょっとあんまり、見せれるような状況ではないんですけど、でもちょっと最新版もですね、近々ちょっとアップしましょうね。みんな元気に、泳いでますので、ちょっと近々また紹介したいなと思います。そんな感じで、今日もありがとうございます。